霧島火山群における韓国竹火山の位置、韓国だけは、九州南部に連なる霧島山の最高峰であり、宮崎県やびの市、小林市、鹿児島県霧島市の境界にまたがる。東国だけと表記されていることがあるが、国土地理院国土基本図では、韓国だけと表記されており、韓国だけが正式な表記である。 エビの高原から望む三大韓国竹頂上と一等三角点、西霧島山頂上には直径900メートル、深さ300メートルの河口があり、雨が続くと池ができる。また冬にはよく間接し、無氷なども見られる。北西山腹にエビの高原が広がり、南西山腹に大波池がある。山腹は張もみ、水なら、ぶな、 クヌギなどの林となっており、野生の鹿が多く見られる。山頂付近には、宮間霧島、舞鶴ウ、すすきなど、河口壁には、ヤシャブシ、白道団、ヒカゲツチジなどが見られる。韓国だけは、霧島火山群の中でも、比較的新しい新規霧島火山に属し、古い時期に形成された、白鳥山、ひな森岳、獅子戸岳、 大波池などの火山群に重なるようにして形成された。山体を形作る地質は大まかに古希溶岩、中期溶岩、新期溶岩に分けられる。1万8000年前に噴出した古希溶岩は北東部山陸の小林市大出水から関野にかけてわずかに露出しており、中期溶岩は北東部山腹の標高を900メートル以下の斜面に分布している。 標高900メートルから上は1万5000年前以降に噴出した新規溶岩からなり火砕流と軽石の噴出が繰り返されてできた噴石球となっている。山体が形成された後に河口北西部で爆発が起き西側の河口壁が崩壊している。古くは霧島学生法、はずの岳、石岳、古式岳とも呼ばれていた。名称の由来として山頂からは 韓国の身だけと呼ばれたとの説もあるが、実際には山頂からは朝鮮半島を見ることはできない。歴史上、山頂で噴火したという記録はないが、1768年に北西側山腹から溶岩が流出し溶山が形成された。江戸時代には領主の島津氏がしばしば登山に訪れた。 宮崎県小林市と鹿児島県霧島市を結ぶ県道付近からいくつかの登山道が整備されている。駐車場やビジターセンターの充実している海老の高原からのルートが最も一般的である。山頂から南方の眺望は抜群で霧島山系の山々や霊放高千方峰を展望でき、遠くは鹿児島湾の桜島や高湾山も眺望できる。また、 韓国だけの山頂から、宍戸岳、新しい年岳、中岳と重装して高千穂川らへと降りるルートも重装路として人気が高い。ありがとうございます。